皆さん、出走表のボート勝率って気にしたことありますか？モーター勝率が重要ってことは初心者の方でも理解していると思いますが、出走表に必ず記載されているこのボート勝率、一体どれぐらい重要なのかについて今回は解説していきたいと思います。まず結論から言いますね。ボート勝率は船券を予想する上ではそれほど重要ではないと一般的に言われています。理由としては、ボートは前提同じ時期に新品に入れ替えられており、なおかつ選手が整備をすることができません。よってどのボートに乗ろうが理論上は一緒なのです。しかしながらボートは木でできており、経年劣化によって水を含み重たくなります。つまり転覆などが多いボートはそうでないボートに比べ重くなると言われています。転覆などを起こしたボートは各場のホームページから確認することもできます。出走表を見て明らかに勝率の低いボート、例えば2連対率10点台などは、一度ホームページを確認して前任者が誰でどんなレースをしていたのか確認してもいいかもしれません。また重大な破損をしたボートや途中斡旋された選手が乗るボートは予備ボートが使われます。この予備ボートは他のボートに比べ使用頻度が少ない、イコール水を含んでいないから軽いと言われています。こういった場合は注目してみるのもありかもしれませんね。最後になりますが、マクール12月号に今僕が話した一般的なボート勝率の考え方を否定するようなデータがありました。今年10月に行われたボートレースダービーの優出メンバーはエースボートを含む上位ボートが4艇も入っていたのです。これを見る限り、逆に予想する立場からすれば過去の成績がほぼ信用できると言っても過言ではないと書かれていました。何を信用して良いのかと思いますが、逆に多くの人が注目していないデータなので、気にしてみることで思わぬ満州ちゃんに出会えるかもしれませんね。はい、ということで今回はボートの連帯率についてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。